日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ちら、本日2月14日はバレンタインということで、業務スーパーで見つけたこちら2種類のカラフルチョコブラウニーとココナッツブラウニーを食べていきたいと思います。ブラウニー美味しそうですね。カラフルは上になんかいわゆるマーブルチョコみたいな色鮮やかなチョコレートが乗っていて、ココナッツは上にココナッツあれなんて言っていいのかな、なんて言ったらいいんだろうが乗ってる。ミスタードーナツとかでよく見てるけど、あのココナッツなんて言うんだっけ、ほんとわかんない。クランチじゃないよな。まあとりあえず食べていきましょう。さあまずはカラフルな方から。なんだろう、チョコレート菓子になぜかおじさんの顔入ってます。なんかこのおじさんどこかのお菓子で見たことあるような、まあ似たようなキャラクターいるし忘れたな。ではおじさんが出してくれた、ちょっと待ってください。結構開けにくいや。あるいはおじさんが出してくれたブラウニーはこのように一つ一つが紙に包まれていて、上にチョコチップが乗ってますね。ではいただきます。チョコレートが柔らかで、自分がねふわーっと甘さを広げてくれる。さらにカリッという音も聞こえてきて、本当に幸せになりますね。私の方から渡したらもっと幸せになったのかしら。まあそういう部分もありますけど食べられるだけで私は十分幸福ですよ。さてどういう風にしていこうかなーっと。どうしたもんかなー。さてね、何を食べてどういう風にやっていくかって何の話をしてるんだ。まずはブラウニーのレビューだ。レビューこの後すぐ。お疲れ様でした。まずどちらもブラウニーの生地はかなりしっとりしていて、口の中でほんわかと溶けていくチョコレートの甘さを広げてくれて本当に美味しかったです。でそれぞれのトッピングなんですけど、こちらのカラフルチョコブラウニーは上に乗っているカラフルチョコの時ザクッとした心地よい音と食感がブラウニーのしっとりとした味わいの後から時々感じられて変化があって面白かったです。一方ココナッツブラウニーは、まあ、最初いろいろ言ってましたけど、ここにフレークって書いてましたはいいんですけど、なんかなココナッツフレークの食感が思ったほど感じられなくて、音もカラフルチョコに負けていますね。量が少ないのがそもそもそういったココナッツフレークなのかは分かりませんが、ミスドのココナッツあれなんだっけ、ココナッツなんとかっていうドーナツありますけど、そういうイメージで捉えているとちょっとがっかりするかもしれません。控えめだけど、ちょっと後ろに下がりすぎているような印象があります。というわけで、今回は、こちらのカラフルチョコブラウニーの方が、食感も、チョコの味も強く感じられて美味しかったので、代表として、5点とさせていただきます。はい。それでは、林間学校シンデレラ来るか3時ほど。シンデレラは3時じゃなかったですよね。というわけで今日は業務スーパーのブラウニー2種を食べてみた動画でした。どうも本日もご視聴いただき本当にありがとうございます。それではまた次回の舞台でお会いしましょう。さようなら。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。